ジョルジュ・デスパーニアは、フランスの画家、イラストレーター、版画家である。セーヌイコール・エイコール・マルヌ県のムランで生まれた。兄弟に、イラストレーターのポール・デスパーニアがいる。パリの国立高等装飾美術学校、パリ国立高等美術学校で学んだが、独立心が強く、ルーブル美術館などで、様々な画家の作品を模写して、自分のスタイルを作り上げた。商業美術や 版画制作に才能を示し、レクリエ・フランセや、ラクリティーク、レディールといった雑誌のイラストレーションの仕事をした。作家のレミド・グールモンが編集した、前衛版画雑誌、イマジエに基版画を提供し、1922年版のグールモンの小説、システィヌの挿絵を描いた。アンデ・パンダン展や、サロン・ド・オトンヌに出展し、1940年代には、 サロンド・オトンヌの副会長を務めた。多作な画家で1000点以上の作品を残した。レジオンドヌール勲章を受訓した。1950年4月17日にパリの18区で亡くなった。息子のベルナール・デスパーニアはテンプルトン賞を受賞した物理学者、哲学者である。ありがとうございます。